はい、川崎さんね、かなり出だしからフィジカルなディフェンスがすごくて、なかなかオフェンスの方でこう自分たちのやりたいようなところまでまずね、入らせてくれなかったんですけど、流れもね、何回か持ってかれて、15点ぐらいですかね、最大ついてから、でもよく本当に我慢して、追いついて分かんない試合のところまで選手は頑張ってやってくれたなと思いますし、本当次またね、負けてしまいましたけど、来週以降にどんどんつながっていくような試合だったんじゃないかなと思います。はい。第3クォーターの途中までうまくいかなかった部分で、そこで15点開いてしまったところ、そこまでの攻撃の難しさっていうところと、それ以降の指示だったり選手のやってくれたことっていうのは、改めてどういうふうに振り返りますか？やっぱディフェンスで止められなくて、あんまり流れのあるオフェンスにつなげられなかったっていうのが、うちの流れに持ってこれなかったところかなと思いますし、さっき言ったように川崎さんのそのフィジカルなディフェンスが、かなり、来たので、オフェンスもしっかりこう自分たちの狙いどころのところに入らせてもらえなかったっていうところで、流れがガッと川崎さんに行ってしまったかなっていう感じ。前半のゾーンの止まった時っていうのは、もうちょっとこっちの準備不足というか、僕の方の準備不足だったんで、そこはちょっと申し訳ないなっていう感じはしてますけど、選手たちには。はい。ここから第4クォーター終盤の追いつくまでのところっていうのは、ブルペックスとして何か変化した部分というか、より遂行できたところってのはどんなところでしょうか？ディフェンスもね、変えたりしましたし、ゾーン、ビッグラインアップのゾーンもやりましたし、そういう部分でこう流れをもう持ってこないと、なかなか追いつけるような点数になっていかないと思ったんで、それがしっかりこうディフェンスで抑えることができて、そこから流れのあるオフェンスが展開できたっていうのが、昨日も一緒ですけど、やっぱそういうところで点数伸ばしていくチームかなっていう感じですかね、今シーズンも。はい。敗れはしましたが、崩れるところで踏ん張れなかったこの過去の2戦だったりプレシーズンの部分というところと、今日の部分というのはそこと比べるとかなり収穫のあった終盤の追い上げだったと思うんですが、そこへの評価はいかがでしょうか？いや、そこはもう本当に、そういう試合から選手たちがステップアップしてくれてると思います。はい、お願いします。今日の最後、見事なカムバックの上で、結果的にあと一歩というところだったと思うんですけれども、開幕節と合わせて、あくまで結果的になんですけど、クロスゲームを落としてしまっているっていうところは、やっぱりそのメンバーが変わる中で、まだここ一番で何で攻めてとかどうするっていうところが、まだちょっと確立されていないとか、そういう部分があるのか、あくまで結果論としてこういう形になってしまったのか、そのあたりってどういうふうに感じてますか？正直、開幕の2節に2試合はそういうところもあったと思いますけど、この2試合に関してはある程度そのどこをこう中心に攻めるかとか、そういうシチュエーションで誰がやっぱり誰にやらせるかとかっていうところはある程度こう明確になってきている部分があるかなと思いますし、あとはちょっとですね、僕の方のローテーションの方もこういろんな組み合わせで今やってて、どういうローテーションでいくかっていうところをもうちょっとしっかり戦えるようにやっていければ、ますます良くなっていくんじゃないかなと思いますけど。じゃあ今日の最後の、クラッチタイムあたりは、ヘッドコーチとしてもチームとしてしっかり意思統一ができて、やりたいことはできていたという手応えはありますか？そうですね、最後のね、部分は、最後ね、ターンオーバーにはなってしまったんですけど、そこは川崎さんのね、ディフェンスの、ビッグラインナップであそこディフェンスしてきて、スイッチしてきてっていうところの素晴らしさとかっていうのも、やっぱり相手があるもんなので、なかなかこう自分たちが思うように、ね、すんなりできることってないんですけど、でもそこは、ある程度さっさと話して、さっさにオフェンスの方はある程度任してるんで、そういう中で、しっかり冷静にそういうのを読んで、今日ももう一歩のところまで行けたんで、そこは明確になってきてるんじゃないかなと思いますけど。
第3クォーターもうかなり川崎が、4連続得点取ってさらにその後も点数伸ばしそうだっていう展開になったところで、まあそこであの盛り返せたっていうことに関しては先ほどディフェンスっていうことをおっしゃってましたけど、何か声掛けをされたりとか選手たちと話し合ったりして何かギアが変わったっていうようなことはありましたか？まあディフェンス変えてで相手のターンオーバー誘えたっていうところからちょっとずつ、そういう流れになったかなと思いますけど、メンバーが変わって生まれたいい変化みたいなものだったら聞かせていただきたいです。そうですね、まあ昨シーズンとはちょっと違うバスケット、まあインサイドも多くなりましたし、まあビッグラインナップもまあ川崎さんっていうのもありましたけど、それこうも関係なしにまあ自分たちのその強みを出せるかどうかっていうのも今見てますし、でそういう中でね、コウスケとか今日スリーポイント決めてくれたっていうのはやっぱりこれからね、そのビッグラインナップやったりとかするのにもかなりいい要素だと思いますし、まあそれはもう日々シューティングだったりそういうのでもうそのね、あのぐらいのベテランになってもずっとやり続けてるんで、まあそれもみんなですけど、正直まあそういうところが本当ちょっとずつ出てきて、まああとは僕の方のその組み合わせですかね、やっぱり組み合わせとかローテーションとかっていうところをもっとしっかり確立していければ選手ももっとやりやすくなるだろうし、もっともっといいバスケットできるんじゃないかなとは思ってます。この2節に関しては本当に木島選手がもうエースっていうような活躍を私たちは受け取ったんですけれども、まあ、安西監督がどう思ってるかちょっとわからないですけども木島選手のその、まあ、どうエースと捉えてらっしゃるのかちょっとわからないですが、はい、彼に対する、まあ、期待をちょっと聞かせて願いますか？いやもうね、日本代表でもああいう活躍してきましたし、まあ、昨シーズンまでは、ね、ずっとやってたメンバーの中にマコが入ってっていうところであんまりそこを強調していくっていう感じにならなかったですけど、まあ、今シーズンは、ね、むしろ、まあ、マコ本人もそこの責任をもう完全に持とうと思ってると思いますし、僕らもね、まあ、このクロスゲームの3試合見てもらえば、負けた3試合見てもらえば分かると思いますけども、最後マコに託してるんで、まあ、そこはもう僕らもそういうふうに期待してますし、まあ、それだけの活躍をしてくれてると思います。はい、はい、では安西選手、本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。